パリ・サンジェルマン・イガン・インさん、2ゴール1アシストの大暴れ。ガン・インやべえ。ガン・イン6ゴール1アシストで中村超えた。あと4ゴールで2桁到達。普通にやるやん。ガンチャンス、お。なんだかんだパリ・サンジェルマンで活躍してるのすごくてくさ。5000連発できそう？キム、ソン、イガン・イン、マドンソクも普通に結果出してるし、意外と韓国はいいよな。エムバペが移籍して前線で仕事すること増えたんかな。確かにそれまでは中盤のイメージ。ブンデスとあのアジア人向きだね。他の5代と比べてチームの主役を張らせてくれるのがでかい。採点10とかすごい。2ヶ月に1回くらい韓国人選手の活躍情報を目にする。20年前の日本みたい。デンベレより上やん。久保建英とイガン・インってどっちがすごいん？どっちもすごいぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。